座らない？あ、座った、座った、座りました、座った。あ、もしもしよ。寒い。しゃ。ご無沙汰ね。そうですね、私もご無沙汰だ。うん、ブリエナスだ。うん。そうですね。うんうん。基本的にお家にいるので、うん、本日ははい、みんなで大阪心斎橋、心斎橋にやってまいりました、うん、はい、そこら辺でさ待ち合わせして、うん、少し前から私の YouTube チャンネルで、うん、企画っていうのかしらあれは、うん、やらせていただいております。私以外みんな魔女ハッシュタグみんま魔女見たよ。1回目2回目私も見た、うん、ありがとうございます、うんうん。前回の1回目、2回目は、ね、私の完全な趣味でやらせていただいていたんですけれども、はい、今回は初めての企業様のご案件でございます、うん、あ、すごいね。だから大阪まで来れたんだ。私たちいいの逆に私たちでって感じなんだけど、うん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね。こんな素敵な場所で、本当素敵ね。本当素敵よ。うん、エグいよね。エグい。インテリア全部可愛いし、うん、しかも、ね、お店したい皆さんに買えるんだって。え、買えるの？全部買えるんだってね。ちょっと前の私の YouTube の動画で、うん、インテリアショップの、うん、カレさんというね、うんうん、お店にお買い物しに行ったんですけれども、あの動画も私の趣味なんですけれども、うんうん、そのね、うん、ミーティング中にお話しいただいて、うんうん、ぜひということで、うん、甘いものに目がないもので、好きでおりますよ、はい、本日いただくメニューは、はい、アフタヌーンティー。もしかしてメニュー？え、本当に？あ、カタログ。あ、こちら、これを見て、うん、家具を購入してくださいということですね。かわいらしい。私も決めたのよね、買うの。どれもう買うの？25番。あ、唇だ。そう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 ですね。もうどのタイミングでお二人にお声掛けしたらいいんだろうってずっと悩んでて、ふさわしい場所に。いやいや、そんなもう悪いよ。なんかだって彼さんで売ってる家具みたいな感じです。私本当私を買ってくれる人がいるってことかな。じゃあちょっといろいろ語弊が生まれる。あ、あそこに並んでる。え、何？え、食べたいです。早速、はい、食べたいです、はい、動いてください。動いてください。かわー、かわいらしい。わー、かわいいね。かわいい。クマ。クマ。パグ。ブルドッグ、パグ。パグ、ブルドッグ。フレンチ。フレンチブルドッグ。ブルドッグ。フレンチブルドッグ。これはクマも食べられる。ですよね。私も食べられるけど、食べられない。この子はいただけない。この子も売り物なんですか？売り物。あ、私ね、この子、うん、前回、うん、少し前の撮影で、うん、青山にある、うん、彼さんの店舗でね、うん、この子には出会ってる気がする。 あら、いただきたい。まだ来る？まだ来るの？今回はピクニックスタイルでちょっと楽しんでいただけるように、はい、サラダクレープのような形でご準備をさせていただいてまして、はい、サラダの上にビネガードレッシングをかけていただいて、くるくるっと巻いてサラダクレープのような形でいただけるようなさせていただいてます。甘い香りがする。甘い香りがする。あ、信じられないぐらい画面がごちゃついてるね。よくない。でも盛りだくさんの天気を感じたんだ、うんうん、いろんな暴力頂戴いたします。頂戴いたします。混ぜてから飲むそうです、はい、あ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 、拭いていただいて、はい、ありがとうございます。ちゃんとしようね、ちゃんとしようね。結構
あの、うん、うん、そう、そうね、わかるよ、なんとなく、うんうん、混ぜづらいそこを転がす感じでやるといいかも。あ、そう、うんうん、あ、嘘一気なんだね。やっぱ一気だよね。結構ね、うん、こうバキュームしていかないと、うん、はい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 、ね、うん、ここ全員得意なので大丈夫ですよ、はいはい、お得意分野です。じゃあ私もいただきます、はい、そんな吸引力すごくない、ブリちゃん。そうなんです。じゃあちょっと私行ってみようかな。いけないよ、割と。私多分結構いけると。ブリちゃんの真似したいなと思ったんだけど、うん、どうでしょでしょ。あ、でも結構ね、結構ぐいぐい減ってる、音もなく、うん、静かに戦ってるわ、うん、もうこれ穴開いてます爽やかな、ね、ストロベリーの、ストロベリーがシェイクといった感じ、うん、甘すぎない感じ、あのさっぱりとしたストロベリーの味で、うん、あ、まだ戦ってたのね、あなた。入ってこない？どう？入ってこない？私、無理はしないことにしたわ。うん、うん、うん。あ、美味しい、美味しい。うん、うん。達成感の方が強いかもしれない。これ、巻くんですよね、これね。巻くんですよね。そうですね。クレープのように、サラダ、サラダだけ作って、大丈夫ですし、うん、あの残りの半分を、うん、巻いていただいて、サラダクレープのようにしていただいて、はい、ね、聞いてた、うん、聞いてた、私が巻くんですかセルフよ、セルフよ、うん、てめえが巻けって、そうよ、手巻き、手巻き、うん、結構いってるわすごいね、あんた、うん、うん、すごいんだね、うん、うん、よき、どう、ドレッシングどう？甘め、甘め、うん、甘めよ、爽やかな感じ、お肉とイチゴっていいね、合う合う合う、いいよ、うん、合うわね、あなた、うん、新しい、ごめんなさい、私たちだけ食べちゃったね、うん、とかね、ごめんなさい、ほんと、ごめんなさい、うん、おいしい、皆さんお腹空いてるんじゃないのかしら、うん、ね、ね、ブリちゃんのね、食べてる姿を見てね、余計、うん、食欲が、うん、湧くんじゃないかしら、はいっておっしゃってます、あっちで、うん、このコーティングしてあるイチゴって、これは何なんですか？ビーツバターです。ビーツバター、はい、うん、セオリーですので、うん、チョコレートでコーティングされるのが一般的なイメージかと思うんですけれども、うん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 、ちょっとしょっぱいお料理に馴染むように、うん、ビーツバターでコーティングさせていただいております、うん、初めて聞いたよ、ビーツバターってね、うん、いかが？うん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 、うん、うん、チョコレートみたい、いちご本来の甘さプラスアルファの甘さが来るわね、うん、これチョコレートみたいね、うん、チョコレートみたい巻くというのが、そうね、そうね、巻いてみたいね、巻いてみましょう、うん、あ、いけたんじゃん、うん、うまいじゃん、山中に包んだ焼肉みたいになっちゃったあ、お上手、あ、あ、あ、美味しそう、うん、うん、どう、頬張りすぎたでしょ、うん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 甘い、甘いんだ、うん、うん、この生地が、生地が甘いの、あら甘くないかもしれない、結構なんかフルーティーだからな、そうだよね、お野菜だけどなんかちょっとデザート感覚というか、と私下手かもしれない、私も下手かもしれない、うん、っていうかもう、ブリヤさんが塗ったままご飯食べるのすごいね、みんなよくね、配信してらっしゃる、塗ったまま配信してるじゃん、あれはほらもう汚れていい場所じゃない、だってお家とかさ、だいたい
下半身裸だからね、いつもただ家だからさ自由じゃん、うん、だからここさえちゃんとやっときゃいいじゃんってなるくない？綺麗思った。え見た違う、下手っぴだからちょっとね、すいません、チート使っちゃいました、ごめんなさい。いやすごいよ本当に、この皮甘い。いちごのピューレも入ってます。はい、あ、はい、ほら江戸前寿司みたいになってるよ。うん、びっくりした。おいしい、甘いやっぱちょっと、うん、結構さ、うん、お野菜サラダにさ、うん、フルーツが入ってるものは、うん、よくあるけど、うん、ここまでなんかちょっとこうスイーツっぽさを感じるサンドって初めてかもしれない、ね、全面に出したというかね、フルーツを、うん、初めていちごのヘタ食べた。私も、うんうん、なんかいけそうな雰囲気、うん、いける全然いけちゃった。これ食べるもの、うん、ヘタは残していただいても大丈夫。個人の自由ということで、うんうん、ここは一つ、はい、こちらの W ホテルさんとこの彼さんのこのコラボレーションはいつ頃まで？2ヶ月間です。2ヶ月間、うん、これ今開催されてどれくらいなんですか？4月末までということで、うん、お急ぎください。急ぎですよ、後悔しますからね、うんうん、後悔するかどうかちょっとその人次第だから。食べましょうか。そうですね、はい、頂戴いたします。いただきます。青じゃない？青、青、うん、青じゃ、青だったと思うわよ、うん、何が出たら当たりなの？フォークじゃない？ピンクで行こうかな。ピンクかな。うんうん。手づかみ？うん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 。ちょっといただいちゃう。え、私もじゃあ。これは食べられるんですか？ここ。プレート。あ、プレートも。かわいい。私もじゃあこれ。また口初期。手乗り。これ？うん。これ？これ？これ？うんうん。うん、ドーナツかと思ったらフィナンシェじゃない？うんうん、ミニドーナツっていう商品名にはなるんですけれども、うん、ただのベル焼いた状態で仕上げてますので、うんうん、フィナンシェのようなおしゃべりがいた、うん、はい、口当たりに、うん、なるほど、美味しゅうございます。でこれでリフレッシュできるのね、フレッシュなイチゴで。またあうん、下手こと言った。あえ、うっかり、うっかり食べてません。うんうん、え、下手こと言った？なんか、うん、いや全然すごいよ。問題を感じないと。ここまで下手ことどうぞ。うん、私は人生で初めて、うん、私も初めて、いちごの下手いただいた。お花が乗ってます。一応エディブルフラワーでお召し上がりがいただける。エビフライフラワー、エディブルフラワーは、はい、食用花っていう意味なんですけど。あー、はい、お母ちゃんに猫食べてた。え、あ、お母ちゃん猫かことが食べてた。おいしそう、おいしそうだわ。そうだね、うん、あ、こっちうん、うん、うんうんうん、爽やかね。ちょっと酸っぱいのは、うん、お花ですかこれ。いちごと、あとはホワイトチョコレートが中に入っているので、うん、甘くなりすぎないように、うん、少しお酸味を感じていただけるような、うん、ホワイトチョコレートになるんですよね、うんうんうん、はい、バランスにさせてはいただいております、うん、爽やかよ、すごく。いちご全部食べちゃったのね。あら、うん、これ下手残す人ばっかりですか大体？ちょっと 100% ね。どうしてもすぐ刺さった。待って、これでも気になるよね。これもしかしてさ、何？この間に入ってる挟まれてる生地、うん、ピスタチオじゃない？ピスタチオピスタチオピスタなんですよ。ピスタチオ、ピスタチオ、ピスタチオいただきます。なんか割れちゃった、うん、上手に食べれない。どうした？
でもこれ多分崩していいんだよ、きっと。崩していいんですか。あ、プレートにくっついちゃった。崩しても大丈夫、あ、プレートにくっついちゃった。すごいよ、本当にくっついてる。取れました。あ、すごい。力技だった。隣に座っててさ、人の喉が鳴ったのを久々に。私もくっ、って言って、いい喉欲しいでした。いい、すごいよ。分解されそう。わ、私これが一番好き。あ、ほ、本当。これ美味しい。一番好き。あ、まだ食べてないのあった。食べてないのあるけど、私はでも予想できるの、予想できるの。これがね、私ね、一番好みな気がする。このカレーとミックスアップさんのコラボメニューをご注文いただいた方限定でガチャガチャができるようになってまして、あの中にはカレーの人気のアイテムが知れない。後で回しましょう。後で回しましょう。回していいですか。回していいですか。当たりが出るまで。あ、カレさんと W 大阪さんのコラボメニューを頼んだ方は追加のお課金がなしでガチャができるということですか。なるほど。素敵な。ハズレは何入ってるんだろう。ハズレは何もない。椅子。あ、ポストカード。シールとかポストカード。素敵な、素敵なハズレが入ってるということで。あのガチャは天井はないんですか。なんかあのそこまで課金したら、そしゃぎ。あ、ありがとうございます。すみません、すみません。お三人ゲーマーなんで。そうなんですよ。本当にこういうところに来るもんじゃない。なんで、本当ね、ありが、外出ちゃダメ。外出ちゃダメだ。外出ちゃいけないんだもん。あ、すごい。え、弾き返してくる。あ、本当だ。あ、すごいね。いけたわ、いけたわ。弾き返ってるよ。どう？どう？私これが一番好き。嘘。プリンかな？ココナッツを使ったパンナコットが。パンナコッタ。相性のいいライチですとか、リバーブ、コーヒーチューブが中に入ってます。爽やかな味わいの。あ、ライチだ。大好き。あ。あ、ピスタチオの方が好きだったかもしれない。バティスタ、私これが一番好きだから。本当に。美味しいよね。美味しいこれ。固めでいいね。ちょっと。固めのね。リッチで。食べ終わっちゃった。食べ終わっちゃった。美味しかった。可愛いし、どれも彼も。そうね。これはノータッチでお願いいたします。ごめんごめんごめん。ノータッチでお願いいたします。21番。彼さんはね、ちょっとこう刺激的な。あの。オブジェもございますので、素敵よ。でもすごい可愛い、可愛いらしい。あ、だ、21番いいね。21番。これあのモザイクかけていただいて。ね。はい。じゃあまあ動かさないようにしとく。皆さんよく見るやつ。大変ですので。公園とかでよく見るやつです。はい、そうです。来店のクーポンもご用意しているので。あ、本当だ。ということは。こちらに来た方はこれをゲットして、コラボメニューをご注文いただいた方はゲットできます。あ、クーポン結構すごいよ。だって3万円以上買った人は5000円クーポンでしょ。あら、5000円未満購入で500円、5000円以上のご購入で1000円、3万以上のご購入で5000円、クーポンついてます。すごいよ。最近何のゲームしてるの。私、キノコ伝説。わかる。キノコ伝説何知らない。何、キノコ伝説いいよ。パズルゲームかね。あの、まあ放置ゲーに近いんじゃない。本当にね、キノコくだらないんですけど、そう、ひたすらランプをね、ランプ、ランプ、ランプから擦んなきゃいけない。ランプから擦る武器を出して、ランプから擦って武器を出す。そう、ガチャみたいな。あ、ガチャ。ひたすらひたすらガチャするみたいな。無課金でもたくさんこうガチャのようなことができるんですけれども、本当にね、時間の無駄。本当無駄よあれ。だけどね、ちょっと気に入っちゃってるんですよ。そうそうそう。
まあ、気に入っちゃって、わかる、なんかあのプルプル歩く感じとか、そうそう、いろんな種類のキノコが出てくる。そう、一等身のキノコなのよ。一等身の、あの成長するとね、少しずつね、そうそうそう、キノコがね大きくなってくるんですよ。あれレベル100になると人間になるんですよ、うん、本当にくだらないんだけど、うん、時間泥棒だね。そう、うん、なんかやっちゃう。そう、うん、もう2人が進めるなら、うん、寝る前はキノコ伝説かおしるこさんの動画。そうね、ここのお知らせなんじゃないの今日は。そうよ、そうよ、ごめんなさい、目的を忘れちゃうところ、ちゃんとしてください。カレカフェミックスアップが期間限定でオープン。2024年3月1日から4月の30日まで、ドイツミュンヘン生まれのインテリアブランド、彼の世界観でストロベリーヌンカツ、どこ読んだらいいか分からない。これは多分ほら、営業時間ですね。営業時間11時から18時半。本当に美味しい、アフタヌーンティー。何杯飲んでもいいんでしょこれ。アフタヌーンティー、あ、そうそう、どういうこと、これ結構飲んでもいいみたいな。営業時間が11時半から18時半で、それが3部制に分かれてますよってことですね。はい、各120分の、はい、3部制となっております。はい、うっせえな。はい、でこれはもうコースがいろいろありまして、で、今のこの頼うちらが頼んだのが、カレーストロベリーアフタヌーンティーねっていうコースがあるんですね。アフタヌーンティーとは別に、実はパフェとか、パフェとかミルフィーユとか、あ、うんうん、これ美味しそうよ。これパフェも食べたかったね。さすがに、さすがに、あ、でもね美味しそうよ。これもいろいろ見て、でドリンク、こういうのは全部飲み放題。飲み放題、そうそう、素晴らしい。そうそうそう、うん、飲み放題90分間、うん、120分、90分です。やめてください。やめてやめてやめて、ちょっとやめてよ。90分です。90分です。90分です。彼は50カ国、250カ国以上の展開をしてるんですけれども、うん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 、こういうふうにタイアップでコラボでカフェを開くのは世界で初めて。ああ、そうですね、素晴らしい、うん、まあ、私たちもね、ママとインテリアちょっと買おうとしてるもん、ね、そうだよね、うんうん、でも本当普通に欲しいよ、うん、欲しいのがいっぱいある、うん、ここでもそうなんだけど、あの、うん、店舗にも行っていただきたい。あ、ぜひぜひ。どこにあるの？青山。東京だと青山、大阪にも、うん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 、あるんだ。近くにもございます。へえ、飛ぶよ結構お金が。そう、私引っ越すからさ、そう、家具が欲しいんだ、ね、そう、家具が欲しいの今。そう、とりあえず地面は芝にしようとしてるけど。芝、芝、床をね、あ、はい、人工芝にしよう。可愛らしいよね、うんうん、みんなルームツアー期待しましょう。なんか、うん、なんか冷めてるのあったら冷めてるしよ、本当に。どうも、二度目ましてかな。ここのチャンネルはアナのおしること申します。なんかいろいろやってます。よろしくお願いします。以上です。あ、今月実家に帰ります。皆さんごきげんよう、バブリーナです。今年は旅に出たいと思っています。アンチエイジングツアーなんですけど、急に顔が変わってたらごめんなさい。笑わないで見てください。韓国で顔変えてきます。さよなら。なんかあの、ボテンツァ？ボテンツァいいって。あ、まず？え、行きますよ。竹山さんに聞いて。あ、そうね、ボテンツァ。ボテンツァ。え、何？知らない。ボテンツァ。ダーマペンの上位互換みたいな。タティお願い。タティアナ・オクタビア先生お願いいたします。私は告知事項のようなことは。カレーカフェに来てください。それが一番の目的よね。あ、そうなんです。そう、あの、本日一番の目的、カレーカフェに来てください。
心斎橋にございます W ホテル大阪、W大阪さんで開催されております。ぜひチェックしてみてください。それじゃ今回の動画はここまで。私ブリアナ、気になったゲームの実況だったり、お食事をしている姿、アクティブにスポーツのようなことにチャレンジしている動画もアップしてまいりますので、ちょっと静かにしていただけますか。ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画までみんないい子にして、待っててね。バイ。ガチャしましょう、ガチャ。破れかぶれにあたっては、スタコラサッサ散る前に、なぜ私はこんなにも強くあらんと走るのか。甘味食べ食べ真夜中の夢に舞いで大回転、あなたがいるから元気です。そこのけそこのけ、ブリアナが通る。デリケート私もそうよ、どうよどうよ、窮屈な画面などはみ出してしまいましょう。私の唇からぶっ放して差し上げる。ミッドナイトヒーロイン、強いヒールを履きこなして。ミッドナイトヒーロイン、赤いしるべ。ミッドナイトヒーロイン、パンチ効かせた私を呼んで。ミッドナイト、ガチャね。ガチャ。ここに見える。これがね、景品なんだって。で、こしこの子狙いです。かわいい、それかわいいね。ねえ、かわいらしいよね。大丈夫よ。大丈夫よ。入ってる？うん、合ってる合ってる。ノベルティー。私はこちらのノベルティーを頂戴いたします。ありがとうございます。これお金で買うことって頑張りますね。ダメだね、ほんとごめんなさいね。ちゃんと戻してよ。見えてる、すっごい色っぽいよ私。ノベルティです。さあ、私ははい、 We decorate the world, the world カレーいただきたいと思います。はい、当てちゃうよ。どここれ。ここここあれどこ、ここはノベルティです。入ってる、これ諦めてください。うん、うん、あと帰ろう帰ろう。